こんにちは、賃貸の尾崎の吉田です。本日は、奈良県天理市のですね、草の上町にございますサンディレジデンス D 棟の1階部分 2DK のご紹介をさせていただきます。こちらの物件なんですけども、単身の方にもぴったりですし、もちろんお二人暮らしの方にもおすすめできるような内容のお部屋となっております。こちらね、真ん中のね、キッチンの部分からのご紹介になるんですけども、こちらが全てのお部屋のね、中心になってまいります。まずはキッチンですね。とってもおしゃれな色のキッチンになります。こちらね、面白いのが換気扇でして、このようにここを引いてもらうと動くような、そんな換気扇になっております。ガスレンジもね、しっかり置いていただけますし、調理スペースも取っておりますので、使い勝手のいいキッチンだと思います。こちらね、冷蔵庫を置いてバイクスペースの横あたり、このあたりに給湯器のリモコンもついております。それでは続いて水回りですね。はい、洗濯機置き場です。お隣がシャンプードレッサーで、こちら奥がおトイレとなっております。はい、こちら細胞お風呂ですね。お風呂は追い炊きができるタイプとなっております。それではね、そのまま引き続いて玄関前のご紹介ですね。玄関周りの下駄箱もございますし、玄関もね、結構広めです。入ってきていただいて、ドアを開けていただくと、このような収納がついております。結構、はい、そんな感じです。この辺ぐらいまでありますんでね、割と奥行きがありますね。こちら、モニターホンとなっております。はい、キッチンから向かって右側のお部屋になります。こちらで、おおむね6畳ぐらいの大きさだと思います。こちらにはね、しっかり窓がございました。明るいですね。エアコンの方も一つついております。こちらクローゼットになります。結構な大きさですね。割と本当にね、そういうのを生活していただくんでしょう。たっぷり服かけていただけますね。はい、それではこちらキッチンから向かって左側のお部屋ですね。こちらのお部屋にはバルコニーがついております。こちらね、バルコニーの方は南向きとなっておりますので、非常に日当たりの方が期待できる、そんなバルコニーになると思います。以上でね、一通りのご説明終わらせていただくんですけども、冒頭で申し上げたようにですね、単身の方でもぴったりですし、お二人暮らしでもぴったり、そんな内容のお部屋になっていると思います。詳細の方をですね、私どもの賃貸のまさきのホームページで確認いただいて、お早めのお問い合わせお待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。